皆さんこんにちは、めがみやです。今名古屋のホテルにママといます。ママはもう早々にメイクを終わらせて、なんか名古屋のミニモールに行くらしいです。ゆるっと回してる感じなのでお構いなく。てかさ、ホテルってさ、メイクしづらくね。しづらい、メイクしづらい問題あるよね、うん、どうしたらいいんだろう。太陽光もむずい。むずくはない。太陽光がもうありのままの姿、ごまかせれない。でもなんか飛びすぎてよくわからん。自分が今ファンデーションをどれぐらい塗ってるのかがもうわからん。今日はこれからうなぎを食べるんだよね、ママ。うん、つまぶしい、つまぶしい。しかも昨日ね、なんか聖地巡礼っていうか、聖地巡礼っていうの、なんていうの、自分のその地元の思い出の地をさ巡ったじゃん、それ思い出巡りじゃん。え、そう、なんか言い方なかったっけ、そういうのの。あるっけ。私の地元 の家の前も通ったし、昔住んでたね、ママと。何も変わってなかったの。え、変わってなかったのにも、ね、よかった。だからめっちゃ見づらいですよね、この照明も。でもメイクを見るというよりはもう、これはみんなで一緒に用意しようっていう動画だから、メイクは無視してね。ホテルって乾燥するよね、喉がもうガラ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 。いやー、イニスフリーのこのポアブラパウダーは夏にもってこいです。ママも欲しいらしい。それ電話で聞いてみようかな、どんだけ欲しいの。昨日は爆食したので顔がむくんでる。てか太ったかな。まあでもその分歩いたからプラマイゼロでしょって感じです。自分が生まれ育ったところに行って懐かしいなって思って、地元のイオンが私が学生時代にできたから、その時超新品のイオンだったのに、もう私もさ28だからさ、私の中では綺麗なイオンっていうところでね、止まってるの記憶が。だけどなんかママがすごい最近行ったらすさんでて、ちょっと辛い気持ち。すさんでるってコロナでなんかもう人もなんかショップも閉まっちゃってすさんでて辛い気持ちになったって言って。でもなんか懐かしかったわ。東京とはかけ離れすぎてて、いや逆に東京がかけ離れすぎてて、あ、普通の感覚ってたまに思い出さなきゃいけないなってちょっと思いました。眉毛がマジでわからん、わからん。適当でいっか。今日ももう適当メイク、うん、だからもうなんかまぶたがカサカサで、なんかこの間も2日間ぐらいすごい腫れ、多分一重まぶた。最悪じゃん。激なIPって感じ。そういうのないことも危なくなってきたもん。激なIPではない。もう人生なんかいろいろあるよねって感じ。でもそれでさ、めっちゃ好きな人とさ、それこそママの大好きな春畑みちやが目の前にさ今現れてさ、春畑みちや現れたらもうこうやって、うん、ここ今普通のみたい、うん、それ逆にキモいよ多分。いやいや、36年、7年の片思いすごくない？どう？37年片思いしてる気持ちは。楽しい。楽しいんだ、人生の中で。じゃあそんな、これが本当にここに毎日会える人に37年間片思いじゃないから。会えないからこそね、本当の一方通行だから。やっぱさ、いいよなそういうの。私も男に生まれたかったな。ええ、もう生まれ変わるの、とびきり可愛い女の人に生まれた。え、とびきりイケメンな男がいい。それで女の子に好きになってもらいたいな。幸せにしようかな。違う、そういうことじゃないって。でもモテる人がいい、ルックスだけでも。ルックスだけじゃないじゃん、この人。ルックス？いやそうだけど、でもやっぱりルックス、若い時はルックスじゃん。男の人って家から出るなんかあるじゃん。私は男になって出せるよそれを。一番出せなさそうなタイプ。いや私出せるよ、色気とか男になったら。人としてやっぱかっこいい人。企業するよ、社長になっちゃうもん、男になっても。あ、ほんとだね。はぁ、モテちゃう、モテちゃう。男になってもモテちゃう、モテちゃ
男になってもモテちゃうって言ったら語弊があるね、女でもモテてみたいな。モテてません、モテてません、モテてませんが、男になったらモテたいです。なんか女の子の好きの方が強いじゃん。だってタレントを応援する力はやっぱ女性の方が強くない？やっぱなんか強いよ男の人。飽き性じゃん。いや私のファンの男の人はだいぶ長い人いっぱいいるけど、だからそれはもう本当に素敵マン、素敵ジェントルメン。あ、声枯れちゃった。その男性を追っかけてる女性ってすごいさ、やっぱ熱狂的でさ、私もそんな風にね、上回る人出てこない。熱狂的に好きになってもらいたいな。お願いします。やっぱそれは私が好きにさせないといけないんだ。頑張らないと。どこもないね。ちょっと色気ある人とかモテるよね。うん、絶対にそう。その色気ってさ、こう、ブームとかそういうことじゃなくて。そう。でもあれは生まれ持ったものだよ。そうだね。ない人が出そうとしても無理だもん。私って色気あるかな。アーニャピーナッツが好き。これ。でもさ、これって本当に前もって準備しといてなくしたら何をパチンって止める。パチンって止めるやつ、それ絶対いるの中で。知らんわ。あだ、あ、目の前に何、バカつくね。親子ってこういう感じなのかな、みんな。みこちゃんとすすかい自分のなんか通らんと、ハァーって出してくる。なんてださんやん、別にママに対して。怖いな、みんな自分の思いって。どうしてるかな。見たけどね、親子だから。無意識の領域ですよね、そういうのって。親にやるのって予想でしないけど。予想ではしない。結構さ、何でなんか私たちわがままだよね。いや、わがまま、女っていうのは本当にわがまま。本当にママもなんかお兄ちゃんで妹だから、お兄ちゃんがあまあまで。ママは結構わがままだ、わがままというか。もうあまあま成人だから。わがまま。パパもわがままだったから。パパ？私の？あまあまというか放置やん。パパは一回も怒らない。とても素敵なジェントルメン。あのジェントルマンというかは別だけど。でもパパはモテそう。パパは本当に陽だよね。陽キャ。パパみたいな人がいたらもしかしたら好きになるかもしれん。やばいところもあるけど。そう、すごい遺伝したね。そう、パパのやばいところが私に遺伝してる。パワーアップして。パワーアップしてんのやばくない？パパより、うん、それやばいでしょ。あ、昨日これ買おうと、買って使おうと思ったのに忘れてた。このセザンヌのシェーディングのこのあれがめちゃくちゃいいから、ゆめたんはずっと使ってて、私にも使ってくれてたんだけど、自分でこれ使ってみたらさらに良くて、昨日買いました、薬局で。これで小顔、はい、メイクが完成しました。ちょっとまだ唇の色はないけど、おいおい塗っていきます。じゃあ私今日はメイク早かったな。ママがあの変なピン止め探してる時間の方が長かったかもしれない。この特茶のプレミアムのほうじ茶が出ましたね。体重計乗ろう。ペラ、何キロだったか報告して。やだ、私のさっきおっぱい見てすごい褒めてくれました。じゃあ触りたくなる？触りたくはない。なんか顔が薄いわ今日。なんでだろう、むくんでんのかな。むくみがすごいな。漏れてない、漏れてないわ。ちょっともうちょっとアイメイク濃くしよう。はい、髪を乾かしていきますよ。ママは今日のコーディネートに悩んでおられました。今日も何しよう。あるよ、だからアドバイスしたじゃん。で、見せてみ、着替えたら。
乾ききりました。よし、どうだろうな、こういう感じ。ママのファッション、なんかいい、カーディガンの覚えかな。カーディガンでやって羽織ってみて。ママイズファッション、私のパジャマ、ママのファッション。どうして、そっちの方が可愛いわ。可愛いよ。そうだね、うん、あのシャツはちょっとコンパクトすぎるね。もうだってあれ10年前ぐらい羽織るの長い。物持ちよ。これにします。なんかブツブツと言っております。こんな感じで親子はブツブツ言いながらホテルを満喫しております。もう行っちゃうの、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 行っちゃうの。外羽になりすぎちゃった。外羽は王道でモテる髪型らしいわ。うん、癖が。しかも帽子かぶるとさ、前髪がすぐペタンコになってやだ。イエイ。じゃあちょっと一回着替えてきます。はい、着替えました。こんな感じで今日はミストレアスのワンピースです。背中開きのワンピース、かわいいでしょ。これはね、ブラックで大人っぽく着れる感じ。親子コーデ、今日ちょっと色がリンクしてますね。そう、こんな感じです、ね、ファッションのポイントは、暑いからもうワンピース、ワンピースが一番。サンダルに、昨日もノースリーブワーク着てたよね、うん。いや昨日の暑かった。嘘。もう暑かったから今日はもうノースリーブ1枚はとても無理だからちょっとかけてみた。私もワンピース1枚です。行ってきます。バイバーイ。